公開ちょっとサボってまして、11月から11、12、1、2、3、4月号、半年分紹介大変申し訳ございません。ちょっとサボってました。それで今回ね、B パンの11月号でございますね。ちょっと日陰になってごめんなさいね。ということでね、ファイヤーブラスター&バーベキューフォークということで、こちらの方早速ね、やっていきたいと思います。こちらの方はね、チャムズさんですね。チャムズさん。ちょっとハサミの方で今日切っていきたいと思いますけどもね。ってな感じでいきまーす。プチュ。はい、オープン。オープン。ファイヤーブラスター&フォーク。バーベキューフォーク。いやー、ほんとにね、半年ぶりに開けるんですけど、半年か、寝たままでしたね、これ。はい。こんな感じでね、可愛らしい容器に入ってますっていうか、相変わらずこんな感じで入ってますけどもね。実際ですね、こういう感じですね。はい。で、これで、何ができるかというとですね。これで何ができるかと言いますと、見てください、これ。これでね、こうやって、フーフーできるってやつですね。はい。フーフーした上ですね。あと、これですね。ここをちょっとね、ぴゅっと刺すんですけども、肉とかね、いろんなものの刺しですね、こう、ぐるぐるぐるー、ぐるぐるぐるーっとやってですね、これでこうね、バーベキューでブシュッとできるというやつですね。はい、そんな感じでございます。どうでしょうか。ざっくりです。すいません。今日めっちゃざっくり。急ぎ足です。はい。なぜならばね、半年分をね、紹介しなきゃいけないんで、ざっくり急ぎ足になってますけどね。まずこちらの方ね、ですね。はい。バーベキュー、ファイヤーブラスター&フォークですね。はい。こちらの方ね、ですね。はい。あとね、なんか、いろんなね、こう、通販のね、ブロックも入ってますね。ということで、こちらの方ちょっとここに置いときますね。ここにね、置いときますね。これがね、何月号 ?3 月号でございまーす。あ、ちゃ、11月号でございますね。はい。いい感じでございますけどもね。はい、次ですね。行きたいと思います。回していこう。巻いていこう。巻いていこう。次、なんと、これ、こちら。はい。なんとですね。12月号、わかるかな ?12 月号でございます。光の加減がやばいですけどもね。はい。ステンレスランチプレートというのが入ってましてね。こちらの方もね、なんかね、大人の一品とかで、ね、なんか、雑誌があるんですけども。実際ですね。こちらの方、ね、紹介していきたいと思います。ステンレスランチポート。ね、これ結構いいですよね。うん。よっよっよよにょにょじゃん出たー出たー。これ結構いい感じじゃない。これちょっと、これまた、これちょっとまた、あの車中泊アイテム増えましたよ、これ。これちょっと可愛らしい感じじゃないですかね。うん、ね、いやー、これはいいわ。うん、何がいいかって、まあ、なんていうのかね、こうビーパルを毎月毎月ね、こうやって呼んだり楽しむだけじゃなくて、こうアイテムがね入ってくるということでね、非常にね、私は、非常に嬉しいです。あれ、これ、こんな感じでね、はい。ここね、お皿乗っけたり、なんかこのね、なんかいろいろ乗っけたりするんですけど、パン乗っけたりして、これね、モーニングとかにもいいっすかね、これね。はい、こういうのが出てます。ということでね、ありがとうございます。やるなぁ、ビーパル。さすが小学館やったっけ。はい、次行きたいと思います。はい、次行きましょう。はい、次ね、1月号。もう今年になりました。今年になりました。1月号ね。1月号でございますけどもね。フォーウェイカラトリーセットっていうのがね、ついてますね。スプーン、ナイフ、スパナ、マイナスドライバー。すごいですね。アウトドアには持ってこいの商品でございますけどもね。はい、こちらの方行きます。はいはいはい。ね、フォーウェイカラトリーセットということでね。いやー、これはまたね、新しいね、あれですよ。車中泊アイテムをゲットしてますよ、私は。よっ。あれや。まあ、とりあえずね、商品に油がついてますっていう話やね、これね。油ベトベトやんっていうと結構多いんですけど、これね、やっぱりね、金属系のものはね、これ、致し方ないんですよね。うん。やっぱね、素人の方はね、ちょっと、それがわからなくて、いや、これ、洗ってませんやんってね、苦情が結構来るらしくて、そういうことでね、こうなってるということで、非常にね、ちょっと勉強してください。私も勉強中でございますけどね。昔
私の私だ言ってますよ。油ベトベトやん、洗ってくださいねみたいなことを言うてると思うんですけどね。実際こんな感じでですね、来てましてですね。なんとですね、これ見てください。ほら、ちゃんとね。ほら。ナイフですよ。バッチバチナイフ。ね。そしてね、スプーンですよ。はい、スプーンね。はい。スプーンですね。はい。で、ここにね、なんかね、ドライバーもあってね、こう、電池もあって、こんな感じでね、とってもね、素晴らしい感じになっております。見えてるかな？光の加減で見えてないかもわかんないね。こんな感じですね。ということで、これはこの中にしまっときますね。またアイテムが増えてしまいましたね、本当に。いや、半年間開けてないっていうのはね、これ、強烈やな、さすがに。ちゃんと真面目に毎月しなあかんっていうことやね、忙しくてもね。いや、なんせね、ちょうどね、あれなんです、これを買った頃から働き始めたんでね。ということで、はい、なんとこれまで。なんとこれはね、ビーパル2月号ですね。はい、ということでね、完売店が続出、激売れキャンプ道具500選という感じでね。で、今回、コールマン、吸湿、発熱、超あったかブランケット。超あったかブランケットでございます、これ。ほら、見てみよ、これね。またこれね、これ雑誌にこう、売り込もうという、この魂胆ね。商売根性丸出し。素晴らしい。私は好きです。ね、今度、コールマンのね、コールマンの、冬キャンに持ってつけ、汗などを水分を吸収して暖かくなる特別素材を採用、コールマン。これ素晴らしいですね、これね。はい、ということで。これも早速ね、バチバチに使っていきたいと思います。いやー、これいいんじゃないですか、これちょっと、いいんじゃないですか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 、うん、いいね、いいね、うん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 、おろろろろろろ。はい、来ました。うん、入りました。入りました、こちらの方ね。はい。いやー、これね、みんな買ったと思うんですよ。買ってると思うんですよ。やっぱりね。コールマンファン結構多いんでね。はい。こんな感じでね、めっちゃ綺麗です。はい。こんな綺麗なコールマンのブランケットですね。はい。見えますか？ブランケット。コールマンのブランケット。ちょっと狭いですね。で、ここにボタンがついて、こうやって入ってね、こうね、羽織れるようになってますね。こうやってね、感じでね、こうやってね、こうやって可愛い感じになってますね。はい。こんな可愛い感じになってます。画面見えてますか？見えてませんか？はい。こんな感じでございますね。いやいやいや、いい感じだね。うん、とってもいいよ。とってもいい。うん、とってもいいね。はい。ということでね、これもアイテム。これ置いこっち置いとくね。こっち置いとくね。これもね、新しいアイテムとして、車に積んどきまーす。積んどくや。はい。どんどん増えてますね。どんどん。はい。で、これはこれポイッと置いといてね。ポイッと置いと置いといて。後で片付けが大変なんですけどね。はい、どうも。はい、どうも。はい、ということで、次ですね。なんとこちらの方ね、ビーパルの3月号ね、先月号です。ビッグの、サシュコック&マルチトートということでね。あれ、これはもういろんなものを入れるの便利だと思いますね。3月号頑張ってます。もうすぐ追いつきます。追いつきます。今ちょっと8分通過。8分、8分、8分、8分です。はい、どうも。ということですね。こちらの方で、ね。こっちがリアルタイムでこっち側でね、生放送やってるんですけどね。探偵でございますね。はい。よっというかね、開けまーす。オープン！はい、こんな感じですね。はい。で、こちらの方ね、シュッときます。以上。こんな感じですね。はい。こういう感じね。こうなんか物入れるのにいいですよね。はい。そんな感じです。はい。次の一点がですね、次の一点がラストになります。今日買ったところね、はい、これです。ビーパルのね、ビーパルの4月号ね、ソロアウトドアテーブルということでございますね。はい、ということで、ラストファイト。相変わらずね、こうやって大人の一品っていうね、雑誌がついてて、いろんなね、これ見ると欲しくなるんでね、あまり見ないようにしてますけど、やっぱりね、夜中見ますよね。そんな感じでね、暇があったら見るという感じで。はい、こちらね、こんな可愛いね、箱になってます。この箱はね、有効活用したりで、ね、使わない時もあるし、使う時もあるしね、いろいろなんですけども。これ
これをググッと引っ張ると、こんな感じになってますね。で素晴らしいコンパクトに仕上がってます。コンパクトに仕上がってますですね。こういう感じになってますね。こういう感じになってますね。こういう感じ。でこれをちょっと取るとね、思ったよりも小さい。思ったよりも小さいけど、よいしょ。っていう感じで、これ OBS ボードって言われる、よくホームセンターで売ってるね、やつで、とても可愛い感じで、見てください、これ。こんな感じで、オーガーはアウトドア、オーガーは、見えるかな見えるかなこんな感じですね。こんな感じです。はい、こっちもライブしてるんで、すいません、ライブをほったらかしで。で、これをね、組み立てていきますね。これを組み立てていくとですね、テーブルですね。こんなテーブルになります。はい。こんなテーブルになりますね。こんなテーブルになりましてですね。先ほどのやつがこれ置けるというね、こんな感じになっておりますね。とても素晴らしい、こういう一品になっております。はい。以上です。いや。ということで、もうバーッと走ってね、紹介しましたけども、実際ですね、ビーパルは楽しいということで、これを機会に皆さんもね、ご購入、検討いただけると嬉しいと思います。はい。以上です。これもなんか、これ何やろ？これ多分ね、これはおそらく、なんかくぐらす方法があるんだよね。ちょっと見てみますね。中身見せたらあかんと思うんで、これほんと見せたいんですけど、中身見せるといけないんでね。うん、今ちょっとね、ジムニーちゃんが横に入ってきて、ちょっとね、控えめになりましたけどもね。いや、こんな感じでですね。これ結構今日ね、驚き、いつもなんでしょう、綺麗に売れるのに、今回ちょっとね、もう一つやったんでしょうね、なんかね、受けが悪かったっていうか、めっちゃ積んでました。ね。テーブル。小川ですよ、小川のロゴ入りですからね。いやちょっと組み替え